はい、どうも中井戸です。今回は当チャンネル初のコラボ動画となります。一体誰と何の話をするのかというところですが、このチャンネルでバイオハザードの訴訟問題の動画を出しましたよね。あの件について元カプコンの方からお話しいただけるということでコラボすることになりました。まあ本当かと、また本物かどうかわかんない人かと思うかもしれませんが、そうではありません。今回コラボするのは岡本よしきさんです。この方はカプコンで開発本部長、専務取締役についていた偉い方で、ストリートファイター2、バイオハザード、モンスターハンターをはじめとした様々な作品をプロデュースされていました。その後独立し、株式会社ゲームリパブリックを設立、資本金1億円弱、開発地域4地域、最大社員数320名の大きな会社に成長しますが、その後2011年に大きな借金を抱え倒産。借金17億円を個人で背負うことになり、家がなくなるどん底まで行くんですが、人生最後の覚悟でゲームを作りました。そのゲームこそがモンスターストライク。スマホゲーム界でトップクラスになるほどの大ヒット。売れに売れまくり、2020年には累計売上1兆円を超えました。それくらい売れるわけですから、収入の方もすごいことになりまして、最高月収は 4.3 億に達しました。もちろん17億の借金は無事完済。というわけで、アーケード、コンシューマー、スマートフォンでヒットを飛ばした岡本よしきさんに、カプコンの訴訟問題がなぜ起きてしまったのか、これがゲーム業界にどんな影響があるのかというお話から、任天堂とコロプラの訴訟問題、スマホゲームの開発費の話など、いろいろと面白いお話をお聞きしましたので、最後まで聞いていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。というわけで、岡本よしきさんです。波動拳、皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber、岡本よしきです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにその現在はどういうふうなことをされてるんですか？主な仕事はやっぱりそのモンスト系の仕事はさせていただいてもいいっていうのと、はい、新作の立ち上げをやってまして、そちらの新作の立ち上げが何本か表に出てるものと出てないものがありますけども、そちらをやってます、はい、出てるもんだとスト2のパロディの格ゲーをスト2作ったメンバーと作りますかみたいな話があって、はいはい、昔のメンバーが集まって作ってるのが今表に出てる作りかけのゲームかな。で、あと YouTube チャンネルの方もやられてると。そうですね、底辺 YouTuber なの出してもらってますけどもう全く儲からない YouTube チャンネルっていうのをやらせてもらってまして、はい、今でもそれでも結構チャンネル登録者数が増えてきまして、はい、3.4 万人ぐらいかな、おられててやりがいのある仕事になってます。まあ、僕はですね、先日カプコンさんの訴訟問題の動画を出したんですけども、やはりその岡本さんといえば元カプコンの偉い方だったということで、はい、まあ、カプコンつながりでそのカプコンのバイオハザードの訴訟問題についてどういうふうに思われているのかとか見解をお聞きしたいと思いまして、バイオハザードについては、まあ、あれも、まあ、バイオハザード4の話なんで結構昔の話ではあるんですけども、うん、そのあたりの関わりってあるんですか？まあ、関わってなくはないですね、はい、僕がその頃、まあ、カプコンで専務やって開発のトップやっとったんで、はい、その時に第4開発っていうところで作ってたゲームがバイオハザード4になりますね、はい、でじゃあ実際どのくらい僕が手を入れてたのかって話になると、まあ実は全くやってなくて、3とか、コードベロニカとか、0とか、2とかみたいなところは、まあ、僕らもやっとったんですね。シナリオの会社がやってたりとかいろいろしてたんですけど、はい、4からは実は僕は全く触ってなくて、はい、実はどんな風に作られてるのかとかも全然知らなかった。そんな状態でした。あ、では、ああいった著作権で訴えられるみたいな話っていうのは、もうやっぱ驚きでしたか？あれ、怒るだろうなと思ってます。はいはいはい。あ、それはもうなんか意外性とかはなくて、あ、まあ怒ってもおかしくないなみたいな感じなんですか？いや、全然怒ってもおかしくないでしょうね。まあ、スト2見ていただければ分かりますけど、緩いですよね、カプコンが。それはまあ、カプコンが緩いんじゃなくて、俺が緩かった。俺が悪かったと思ってるんですが。なるほど。マイク・バイソンとか、はいはい、どう見ても濃いグレー、はい、でアメリカで出すときにはそれも名前で出せないので名前変えるみたいなところもあったりとかしてます、はいはい、なのでそのくらいグレーゾーンは攻め込んでましたよね。僕はそういう人だったんですね。なのでそれがあったっていうのと、当時僕らドット打ってたんですよね、はいはい、で写真の取り込みじゃなくてドットを見てたところもあったので、はい、そうだと正確に僕ですよねって、まあ、訴訟してくることもまあなかなかないのもありますよね。もっと打つ時点で頑張って真似ても知れてますみたいなところもあるじゃないですか。そうですね。誰々さんを意識して作ってますみたいな感じで、はい、社内では真面目にそれに真似ててもそんなに寄らない。そうです、まあ、本当に昔の時代っていうのは 2D っていうのもありますし、そこまでその今ほどリアルになる感じじゃなかったので、はい、リアルにやってもならない、まあ、参考資料とかで見ながらドット打ってたっていうことでありますよね。そうです、そうです、それをこう完全に見ながらやってても似ないから大丈夫みたいな、そうですね、コンプライアンス的にはやばいんでしょうけどこんなレベルでやってましたね、当時は、はい、
となるとですね、じゃあ時代の変化で、まあ、バイオハザード4話、3D のゲームでしたけども、3D の時代になって、写真とかそのまま入れたりとか、加工できるようになったことで、また変わってきたってことですかね。そうでしょうね。その、まあ、自分たちの意識が緩すぎたっていうのが原因だと思います。はい、まあ、正式にもちろんこれ、やったらええことか悪いことかみたいな話になると、当然やったらあかんことで、はい、本人たちもやったらあかんのやろうな、ぐらいの。はいはいはい、これは絶対やっても大丈夫やとは思ってなかったと。その著作権の話っていうのは、その権利者側が言ってきて初めて、まあ、問題になるっていうところなんで、今まではそこまで問題になってこなかったっていうところですね、はいはい、社内の文化というか意識として、まあ、グレーゾーン的なところなら OK だろうみたいなところがあったというか、うん、いう感じなんですかね。少なくとも僕にはありました、ね、はいはいはい、グレーゾーンが OK ってことはないんですよ。グレーゾーンって世の中になくって、グレーゾーンは黒なんですよ、はい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 、黒なのでアウトなんですけど、はい、まあ、誰も言ってこないっしょぐらいの感覚でいましたし、会社の規模はすごいちっちゃいところが徐々に大きくなっていったんですけど、大会社だったのですごく僕らがちょっとぐらいこう訴訟されるとか、そういう噂が流れるぐらいのところは広告の一部ですよね。売名行為の一部ではあったと思いますね、僕らは。そうですね、まあ、岡本さんの YouTube での過去の話を聞いていても、本当に当時は結構カプコンもギリギリだったというふうなお話はされてましたよね、はい、まあ、そういうところもあって追い詰められてるじゃないですけども、ちょっと攻めようみたいなことだったっていうこと。かなり攻めてましたね、はい、じゃあそのぶっちゃけて話なんですけども、今回でもまあちょっと今更感はあるじゃないですか、結構昔のゲームなんで、何年前ですか、まあ、15年ぐらい前ですかね。それをまあバレた原因としては、まずハッキングっていうところがあったと思うんですけども、ハッキングがなければ大丈夫だったと思いますか。思ってます。思ってますか。悪いのはハッキングしたやつですよね、これね。しなければ誰も悪いものがいなかったのに悪者を作ってしまうというね、はい、こういうのがあるから脅したんでしょうね。なるほどなるほど。脅されてたじゃないですか、はいはい、身代金をよこせみたいな、はい、それを断りしたわけですけど。そうですよね。じゃあそのカプコン側の都合としては、もちろんね、ハッキングされて個人情報流出されて嬉しい会社なんてないと思うんで嫌だったと思うんですけども、本当ですね、これイメージですよあくまで、はい、カプコンだけでこれ決めてるのか、それとも業界全体で決めてるのかっていうところに僕来ると思ってるんですよね。ゲーム業界全体が今後されることあるわけですよ、これ。絶対に破られますからね、これ。キングは絶対できるので。ましてや、一企業のデータなんて取れますからね。ガードはしきれないですからね。そう考えると、どこの会社もやられることがある。で、そんな昔にはヴィランデータを残してるからやって説はあるにしても、ハッキングはされるんだ。ハッキングされれば、何らかの脅しは食らうはずだと。この時に前例になりましたね。パソコンの前例があって、いくら払ったのとか、はい、これは屈するもんだとか。前例ができると思うんですよ。だから、一番最初に屈したやつが一番ダメなんです。なるほど。なので、僕でもですね、身代金は払わないですね、これ。その後、この訴訟されてお金を払うことになったとしても、ここで折れることは相ならんと僕は思います。まあ、どんだけやばいことになったとしても、まあ、そこで折れてしまうと、もうゲーム業界全体に影響が出てしまう。はい。悪いことをしてたことを隠すためにとか、はい、いろんな理由はあると思いますが、身代金を払うっていうのは、身代金を払う側に弱点がありますわね。ああ。ではですね、その先ほど、まあ、ちょっと緩かったと、特に岡本さんは、はい、まあ、自分のせいだというふうにおっしゃってましたけども、はい、それはそのカプコンさんとか岡本さん周囲のだけの話なのか、それともゲーム業界全体の話なのかっていうのはどう思われますか。これも個人的な意見になりますけど、はい、まあ、ゲーム業界全体だと僕はまず思ってます、はいはいはい、スタートはインベーダーゲームと思ってるんですけど、はい、インベーダーゲームって作ったのはタイト、はい、でも今の大手のゲームメーカー全部がインベーダー売ってました。あ、なるほど。それがコピーなんですね。違法コピーなんですよ。その違法コピーを売って出来上がった業界なので、はい、次はインベーダーゲームのコピーのアレンジみたいなのの繰り返しをやって徐々に出来上がってる業界なので、はいはい、僕らみたいに古い人間からすると、はい、コピーとかちょっと借りるとかちょっと影響を受けるとかね、はい、っていうのはわりかしどこの会社も当たり前にやってたと思います。なのでよく似たゲームっていうのが、まあ、皆さんがお気づきなぐらいタイトルがバーッと並ぶと思うんですけども、そういうのは当たり前だったと僕は思ってます。昔そうだったっていうふうな話なんですけども、はい、最近になってどんどん時代が進んでいくと同時に変化というか引き締まってきたみたいな実感っていうのはありますか。まずコンシューマーって言われてるそのファミコンの発売で一旦変わりました、はいはい、ファミコンの発売になったところで、まあ、オリジナルの方に舵を切ったとみんなが思ってます、はい、その後はソニーが入ってきたりマイクロソフトが入ってきた時にだいぶこう締め付けられたというふうにったイメージがあります、はい、でバイオハザード4はもう当然その時代なので締め付けてるはずなんですが、はい、それはゲーム性とかキャラクターデザインとかみたいなところにはだいぶ厳しくなったんですけど、はい、素材っ
っていうところは、はい、あんまり強く意識してなかったんじゃないかと思うんですね。まあまあそうですね。まあこれはオリジナルのようなものみたいな意識が多分チームのものにはあったと思ってます。まあ、あくまで岡本さん個人の意見ですけども、そういうところがあったんじゃないかというところですよね。で、現実はバイオ4のメンバーっていうのも、多分もう全員退職してて、本当のところっていうのは分かりかねるという。じゃあ、カプコンからしたら、まあ、もう退職したメンバーが作った昔のゲームで、そうやって言われて、ちょっと驚いてるっていうところなんですかね。他のところが訴訟されてないか、なんとも言えませんけど、はい、他のところが絶対ないのかって言われると、はい、ないとも言えんと思います。なるほど、なるほど。こういうのが世界で、よその会社で行われていない、はい。いればですね、はい、訴訟が起こっていれば、はい、こういうのはダメだよっていうのはちゃんと言う会社です。ただ過去事例がなかったので考え方がちょっと緩かっただけだと。なるほどなるほど。じゃあ今回 の、 そのカプコンさんの事例を見て、カプコンさんですとか他のゲーム会社も、はい、あこれちょっとうちもまずいかもなと思ってさらに引き締まるってことってありますかね。こっから先はもう相当厳しくなると思う。ああ、ここである意味ゲームの歴史が変わるというか、裁判が起こる勝つ負けるに関係なく、はい、他社はもうここには踏み込まないと、はいはいはい、まあ、カプコンももちろん踏み込まないと思う、はい、僕も踏み込まないと思う。ではですね、まあ、今回、まあ、その訴訟の話に戻るんですけども、はい、まあ、この訴えが起きたっていうことに関して、うん、そのカプコンとしては今後どういう対応しそうとか今しているとは思いますか。でも裁判になるでしょうねこれ。時代、はいはいはい、に持っていけるのか裁判になるかだけだと、はいはい、これはないないとかって無視はできない話だと思ってる。なるほど。なんでかというと、もう証拠は全部挙げられてるから、これ普通だったら証拠はないわけだ、はいはいはい、でも証拠が提出されてるということで、はい、正式に言うと黒ですよね。あとその金額がいくらになるのか正しいのかと、はいはいはい、ガラスの割れたのとかっていうのの写真をとかって言われて、はい、そんな金額で買うものじゃないじゃないですか。まあまあまあそうですね。って考えると、はい、この金額が妥当なのかみたいなところになると思うので、ちょっとふっかけすぎだよねっていうところはあるでしょこれ、はい、普通に考えたら。なので黒は黒で認めるよと、だからちょっと値段負けてよみたいな話にはなる可能性は当然ありますね。できたらこっちに行こうとしてるんじゃないかなと思います。あ、なるほど。そのカプコン側としてじゃあ判例として残したくないとか、そういう気持ちってあると思いますか。当然あると思います、はい。まあ、じゃあ事例として残してしまえば、またそれで疲れる可能性があるっていう。そうですね。カプコン事例っていうのが残るので、はいはい、業界全体として、その前例としてこれがあります、お値段はいくらですみたいなことには、はい、なってくると思うんですよね。わかりました。ありがとうございます。カプコンさんって、光栄さんとの訴訟をしてるじゃないですか。昔ね。そうですね。で、なんかそれが2020年12月15日に決着がついたみたいな話があったんですけども。決着ついたんですね。ああ、そうそうですね。ようやくと。これでなんかその、もしその表面に出てる以外の面白い話とか、岡本さん独自の視点からの考察があれば、ぜひお聞きしたいんですけども。シリーズのキャラクターの元のデータをそのまま引き継ぐだけですよね、はい、あれ。完全に特許ですよね、普通に考えて。そこは虎の尾踏んでますわね、っていう、はいはいはい。あとは、みんな特許を持ってるんですよ、実は。はい、ゲーム会社がってことですか。ゲーム会社、はい、古い会社であれば古い会社であるほどたくさん特許を持ってます、はい、新しい会社は少ないので割と攻め込まれやすい、はい、古い会社はたくさん昔からたくさん持ってて、よその会社も全部踏んでるので、はい、お互いが踏み合ってるから泣かない噛み合わないっていうルールなんですよ。誰も絶対に踏まないぞって言ってるわけじゃないです。全員ちょっとずつ踏んでるんですよ。気づいてるんやけど、はい、うちも踏んどるしなとか、噛みつこうとしたらお前のとこも踏んどるぞって返されるので噛みつかないっていうのが、まあ、ルールだと僕は思ってるんですよ、まあ、みんなお互い様だよねみたいなところでこう、はい、うまいことやってるってことですよね、はい、光栄は PC から来てるので、はい、若干少ないんじゃないですか、はい、と僕は思ってます。それ面白いですね。じゃあ持ってる量が少ないからちょっと不利で戦えなかったというか、はい、だと思ってます、はい。ここからまあカプコンさんちょっと関係ないゲーム業界全体の訴訟の話なんですけども、まあ僕のチャンネルでまあ任天堂さんとコロプラさんの訴訟の件も取り上げたんですけども、これについてなんかその岡本さんの見解というか裏情報とか教えていただければと思うんですけど、これは最初にコロプラさんが特許取ったので、お前ら絶対にこれ踏み込んでくんじゃねえぞみたいなことを騒いだんですけど、はいはい、その前に任天堂が特許取ってると思うんですよね。みたいな。それは任天堂が特許取ってても何も言ってなかったわけですよ。ご自由に使ってくださいぐらいの感じだったと思うんですよ、はいはい、そこをうちの家からお前ら許さんぞみたいなことをこうちょっと吠えてしまったので、それでちょっとこう注意されたと思うんですよね、はい、その時にコロプラの馬場さんがちょっと強気な発言をしすぎてしまったという、社内的にはちょっと本気の任天堂が見てみたいみたいなそんな話もあるんですか。だ思ったより相手が本気になったっていうのがこの春先の話で、任天堂さんとしてはかなりちょっと怒ってるというか、怒ってますでしょうね個人的な見解ですよ、これも、はい、土下座しに
ったら許してくれるんちゃうかなと思って、だいぶ許してくれるような気が僕はしてるんですけど、はい、今は激横プンプン丸じゃないですか。喧嘩していい相手と喧嘩したらあかん相手っていると思うんですよ。喧嘩したらあかん人の代表格ですよ。それが任天堂だったと。で、まあ、その任天堂の法務部といえば、まあ、本当にゲーム業界では最強だというふうに言われているぐらいだと思うんですけども、うん、その本当に任天堂の法務部ってその強いんですか？強いですね。あの任天堂のフォームが強いお話っていうのをちょっとしましょうか。はい、お願いします。昔セガが特許侵害だと言われて、はい、訴えられかけたことがあるんですね、はい、その内容っていうのは外部のコントローラーを使ってモニターに映ってる RGB で表現されたものを動かすもの特許取ってるやつがいるっていうんですよ。それってゲームは全部アウトですよね。そうですね。で、フォームあるなりますねってことでセガのフォームは認めて、はい、70億だか80億だか払ってる。うわー、そんな払ったんですか。返す方でこれはいけるわーっつって今度任天堂に襲いかかったんですけど、一撃で返されてましたね。ちょっとやそっと理論武装していったり特許持っていったぐらいでは勝ちなんじゃないですかね。なるほど。まあセガさんから70億80億ね取るっても大概すごいですけども、まあそれでも任天堂にはもう全然勝てなかったっていうことなんですね。まあ、今回のそのコロプラ訴訟の件で白ネクプロジェクトとかへの影響っていうのはどれぐらいあると思いますか？白ネクプロジェクトのなんか停止みたいなもちょ条件に入ってたじゃないですか。ゲームで儲けた金を払えよっていうのと、そのゲーム自体もやめろみたいな話でちょっと言ってたと思うんですけど、はい、これはどうなると思いますか？これどうなるんでしょうね。あの任天堂として噛みついてきたからとはいえ、上場企業を潰せると思うんですよこれ、はいはいはい、株価ガッタガタにするとかっていうことを任天堂がしたっていう実績を残していいかとかって話になると任天堂はしないと思います。任天堂としてはそういう風にやってきたから前例としてそういうの良くないよっていうところでやってると思うんですけど、まあ見せしめじゃないですけど、じゃこれがまあ白ネクプロジェクトを潰すというところまで行ってしまうと、多分コロプラさんめちゃくちゃダメージじゃないですか。任天堂が一つの上場企業を破壊したっていう前例ができてしまうっていうのは、うん、暗い感じになってしまうんで、ゲーム業界的にはそこまで考えてないと僕は思ってますね。あ、任天堂さんの狙いとしてはじゃあどの辺に落ち着くと思いますか？一定の額を払ってコロプラが特許だって言ってたところは放棄してもらってみたいな感じ、はい、じゃあやっぱなんか新しくゲーム作ろうってなった時に特許とかって一応なんか調べたりはするもんなんですか？そうですね、自分たちがこれはオリジナルちゃうかと思ったものに関しては調べますね。を踏んでる時があると思うので、はい、特許っぽいところはやっぱり探りますね、はいはい、で言われることはあるんですけど、大概の会社が何らかの証券を出して終わりますね、はい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 、理由は持ってますからね、向こうも踏んでますから多少は、はいはい、こちらが持ってる特許のどっかには触れますね。じゃあまあまとめに入りたいんですけども、はい、非常にざっくりした話で申し訳ないですが、まあ、今後のゲーム業界について、まあ、どう思われてるかって、もうその開発に携われてたっていう部分もあるので、まあ、スマホゲーム業界かなり盛り上がってると思うんですけど、今後のスマホ業界っていうのは、はい、僕の中では二極化していくと思うんです、はい、一つはライトで一つはヘビーという言い方でいいと思うんですけど、はいはいはい、めっちゃ金かけてくる大手の会社が本当に金突っ込んでくるっていうところが、まあ、目立ってくるでしょうね、まあ、それ例えると僕の会社でも原神とか馬娘とかになってくるんですけど、なんかそのあたりで毎日がないっていう、はいはいはい、超大型のクオリティ勝負してくるゲームと、そうそうそう、はい、もう片っぽは隙間隙間で勝負してくれたら出てきますねっていう、はいはい、中途半端だとどっちに寄ってるかわからないでもう消されてしまうので、僕はちょっと今隙間で勝負してみたいなと思ってるんですけど、このサクッと感がいいんじゃないかなと思ってるんで、だんだん二極化してくるんちゃうかなと思って僕は今思ってます。そうですね、まあ、僕が見てきたゲームでもその低コストで作ってそうだから生き残ってるなってゲームやっぱあるので、ありますよね、低予算でランニングできるようにしてみたいな、まあ、モンストだってそういうことですよね。確かなんか初期の開発メンバー結構少なかったみたいな話はありましたね、はい、あの映画ですよね。ああ、スターウォーズとかも確かに。そうです、そうです。そうですね。はい、あの、スターウォーズはもう完全低予算ですよね。はいはいはい。その、さっきサクッとっておっしゃってたじゃないですか。このサクッとの予算感って、素人の僕らには、そのサクッとの規模もわかんないんですけど、例えば制作費はいくらで、ランニングいくらでっていう想定で作るのがサクッとですか、それは。まあ、時代によって違うでしょうし、はい、ジャンルによっても違うと思いますけど、はい、僕は1億以下じゃないですかね。1億以下ですか。で、2、3億あれば黒字なんだよねみたいな、黒字とは十分に儲かってんだよねみたいな、はいはい、
月に2000万か2500万ぐらいだねみたいな。はい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 。多分僕もそうなんですけど、今多分聞いてる視聴者の方もサクッとにしてはやっぱ億ってすげえなみたいな思うと思うんですよね。やっぱり、うん、今の時代ってのもあると思うんですけど、まあ、ほとんどやっぱ人件費とかにかかってくるっていう。そうですそうです。やっぱり多少なりとも絵は描かなあかんからね。だから一人でやってますみたいなのもあるんですけど。ああはい。1億が岡本さんとってお小遣い程度っていうことかもしれないですけど。違います。現場開発に移動するときに1億円ってのはまあ低予算。低予算。確かに今時進化もすごいですから、例えばまあ僕の見解だと馬娘が出る前とその以前では全然話も違ってきてると思ってて、まあ前と後で違ってますよね、なのでまあ何年もかけて作ってもその時の事情とその出す時の事情って全然また変わってきたら意味ないと思うんで、できるだけ早く出さなきゃいけないっていうのはまあ間違いないですよね。似たのが先に出たら終わりですから、ね、確かにそうですね。ちょっとまあランニングで2500とかで、それでまあ2億3億あったら苦労かみたいな感じっていうことですか。まあ確かに 30% 取られますもんね。岡本さん高いっつって怒ってましたけど、高いですよ。あと宣伝費とかもいるから、で人件費で当初にかかったお金の回収みたいなのになっていくと、はい、言うほど今の2億3億で利益は出てないんですよ。それでもあそうなんですか。僕、まあ、月2億3億利益出てるって言ったら結構僕すごいやれてるゲームだなっていう感じしちゃうんですけど、手取りは2億じゃないですか。はいはいはい、そうですね。そっから広告打ってますよね。そうですね。3億の話だったら、まあ、広告宣伝費で、それこそ1億とかかけるっていうふうな。まあ、1億はかけないでしょうけど。かけないですよ、本当に。3億だったら5000とか、はい。5000。ものにもよるんですけど、例えば、版権ものだったら初期が一番高いんですよ。初期にたくさん入ってもらうためには、1億でも2億でも足らん可能性はある。じゃあもうほんとサクッとタイトルでそんぐらいかかってるっていうのはでもかなりすごいなと思いますね。まあ確かにそれぐらいかけるんであれば YouTube の案件の金額が結構するのもなんか納得いきますね。僕もコラボをお願いしたらどうなのかなって聞いたら、企業案件なので1件1000万ですって言われました。今もちょっとお話されてましたけど、岡本さんから見て YouTuber とかに案件を出して宣伝するゲームってちょいちょいあるじゃないですか。そういうのってどういう風な感覚で見られてますか？僕らユーザーの感覚からすると何かしらやっぱ効果はあるんだなっていう風な気もしますし、なんか人気者がやってるからって結構理由にもあるのかなと思うんですけど、本当になんかその宣伝効果あるのかなっていう疑問ももちろんあるんですよ。岡本さんの目から見て、はい、その YouTuber にゲームの宣伝をするその案件とかっていうのは割に合うもんなんですかね？僕ありだと思ってて、はい、それもあるんで僕 YouTuber になってるのもあるんですけど広告って人が入って何パーセントか残るっていうのも、はい、テレビ CM って残るのも YouTuber で入って残るのももう比率は変わらないと思ったんですよね。あ、はいはい、何ぼ残るかだけなので、入ってもらった数ももちろん大事やけど何パー残るかなんですよ。結局ゲームの出来不出来になってると思ってて、認知度が低いから人が少ないんです、認知度が上がれば人はたくさん入ってくれるんですって思ってるやつであればもちろん価値があり、ザルで水汲んでもしゃあないんで、で継続率っていうのが高いタイトルであれば、YouTube であろうがテレビ広告であろうが入れたら入れた分だけ残りますよね。逆出れば逆です。じゃあ先ほどおっしゃってた、まあ、相場感の話なんですけど、まあ、例えば Twitter とか、とかまあ YouTube の広告とか、はい、まあ、広告を打つのと YouTuber に宣伝を依頼するのってあんまりコスパ的に変わらないんですか？コスパがいい方を選ぶだけでしょうね。ああはいはいはい。その時に依頼して見積もり取ってみたいな。YouTube 見て入ったやつの方が残りやすい気はしてるんですよ。なんでかって分かってるし、はい、そのゲーム内容をその人が説明してくれてるし、YouTuber が紹介した方が継続率に関しては高いんじゃなかろうかとは想像してます。確かにさって流れてきた広告見て入るよりも、この人が紹介してくれたから始めたんだっていうゲームの方がちょっと思い入れがあるかもしれないですね。はい、まあ、といったところになりますね。でもすごく面白い話を聞かせていただいてありがたかったんですけど、まあ、今回はもう本当にいろんな名作タイトルに携わった岡本芳樹さんにお話をお聞きしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。というわけで、はい、岡本芳樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。